ハロー、皆さんこんにちは。日本一ソフトウェアの井川壮平です。魔界戦記デスガイアシリーズでは、プロデューサーとシナリオライターをこれまで、担当してきました。この度、ファンの皆様のおかげで、デスガイアシリーズ、全世界累計で500万本なんと突破いたしました。これも世界中のファンの方たちに支えてきていただいたおかげだというふうに思い、感謝しております。もともと魔界戦記ディスガイア、日本のゲームユーザーのために、作った、ゲームだったんですけれども、北米で発売して日本と同じそれ以上の、ファンの方たちに、買っていただき楽しんでいただき、これまで約20年近く、ゲームを発売し続けて、これました。そのおかげで500万も達成できたというふうに考えており、ファンの皆様には感謝感謝感謝の一言でございます。ありがとう。そうですね、もともとディスガイアっていうものは、なんていうんですかね、こういろんなものを好きなものを寄せ集めて作ったゲームだというふうに思っています。どんなゲームが売れるのか全くわからない状態だったんですね。ディスガイア1を作っていうのは、まあ、何を作ったらいいかわからないんで、面白いもの全部入れちゃおうと、何でもかんでも全部入れて、それが成立する世界として、魔界、主人公を悪魔にすれば何やってもいいんじゃないかということで、ディスガイアというものが、生まれました。まあ、そんな勢いで作ったようなゲームだったので、これが20年続くというのは本当に奇跡のようなことだと思いますし、まあ、それも、関わってくれた、スタッフの皆さん、応援してくれた、メディアの方々、販売店の方々、そして何より、購入してくださった、ファンの皆さんのおかげだというふうに、思っております。本当にありがとうございます。この度、500万本達成記念といたしまして、NS アメリカの方で、ディスガイアシリーズのセールを、行いたいというふうに考えております。まあ、これも、皆様への感謝の気持ちの、一つだというふうに考えておりまして、まあ、ファンの方たちはもちろんのことなんですけれども、まだディスガイアシリーズを遊んだことがないと、いう方たちにも、これを機会に、まずは一度遊んでいただきたいというふうに、考えていますので、どうぞよろしくお願いします。魔界戦記ディスガイア6が、まあ、発売、されました。まあ、今後、まあ、ディスガイアシリーズどうするかというところなんですけども、まあ、当然ながら、続けていきます。じゃあいつ発売するのとか、どんな内容になるのっていうのは、まだここでは言えないんですけれども、ディスガイア6で、皆様ユーザーの皆さんからいただいた、ご意見、アメリカ、ヨーロッパ、日本、アジアでそれぞれご意見いただきますので、まあ、そういった皆さんの声を反映させた次回作というのを作って、さらに皆さんに喜んでいただけるディスガイアを目指していきたいというふうに考えています。今 NS アメリカのホームページ上でディスガイアの人気キャラクターの投票を行っております。ぜひご参加ください。今後のシリーズ続けていくのにあたっての、
追加キャラクター、追加ダウンロードコンテンツのキャラクターであったりですとか、登場するキャラクターにも、影響すると思いますので、ぜひぜひ、ご参加ください。最後になりますけれども、改めて、ありがとうございます。皆さんのおかげで、ディスガイシリーズ約20年かけて、500万本という、大きい数字を、達成することが、できました。これからも、皆さんと一緒に、ディスガイアを、育てながら、25年、30年と続け、できればね、1000万本達成ということを、皆さんと一緒に、お祝いできると嬉しいというふうに思っております。これからも、ディスガイアシリーズのことをよろしくお願いします。ありがとうございました。